マンション1階の自販機。あなたのための自販機じゃないんですよ、あれ。じゃあ今日はですね、マンション1階の自販機もこれ消費税対策やという話をやっていきたいと思います。はい、で消費税はですね、払いすぎた分があったら返ってくることがありますよって話をしてるんですけども、その消費税が返ってくるパターンですごい大きなお金動くのが不動産投資の世界なんですね。で、不動産投資の中で行った時に、例えば、マンションを買いましたと。で、1億円の物件を買った場合、厳密にはですね、こうちょうど 10% 1000万円がかかるということはないんですけど、わかりやすく1億円に対して1000万円消費税を払いましたとした場合、当初の物件だったらこれお客さんに貸し出すわけですよね。で、お客さんが住むんですけど、住んだら当然収入入ってきますよね、家賃で。例えば全体の部屋で500万円、年間500万円収入があるというふうな、物件を想定した、お話をしていきますけども、まず買う時点でですね、消費税これ1000万払ってますよね。で、今度収入ですよ。収入500万円の家賃があるんですけども、普通500万円の中に大体その消費税って含まれているんですけども、実は世の中っていうのは消費税がかかる支払いと消費税のかからない支払いがあるんですよね。で、その消費税の支払いがかからない、消費税かからない支払いの中の一つが、実は家賃もそうなんですよ。住む家に対しては消費税がかからないんです。ということはどういう状況が起きてるかっていうと、消費税を1円も預かっていないのに1000万の消費税を支払ったということで、消費税支払いすぎてるわけですよ。ってなってくると、消費税の大原則、払いすぎた消費税は返ってきますよねって話なんですけども、それは消費税を預かる仕事、消費税を預かった売上のある会社、事業者に関してだけ適用されるルールなので、実はこの状態だけだと消費税というのは返ってこないんです。ただみすみすこの1000万を取り逃がすのは、投資家としては、嫌がる人がたくさんいるわけですよね。なのでどうにかしてこの1000万返してもらわれへんかなっていうのをすごい考える人たちが多かったわけですよ。で、どういうことが行われたかっていうと、もう極論1円でも消費税のかかる取引があればこれを取り戻せるわけです。だから考えられたのが今日のテーマである自販機なんです。マンションの1階にある自販機、ちょっと喉乾いて家帰った時に、あ、途中に自販機あるから便利やな、買って帰って水飲んだりした経験ってありません？あれって実はですね、マンションオーナーの消費税対策のために置かれてるんです。はい。どういうことかというと、例えばジュース1本110円で買いました。その、ジュース1本110円の中には、消費税が、これ10円含まれてるわけですね。となると、1円でも消費税の売り上げが上がっているので、消費税返ってくるルールが適用されるわけなんです。だから自販機は消費税対策としてマンションの1階に置かれているんです。ただこれはですね、結構前にやられた手法なので、今現在ではいろんなこうルールがついてきて、時代が変わってきてるわけなんですけども、いろいろとですね、こういう大きなお金が動くところには消費税の対策っていうのが過去ずっとやられてきて、それに対していろんなルールが変わってくるというのを繰り返して、なかなかこうややこしくなってきてるんですけども、まず基礎的なところとして、時代背景としてこういうことが行われてたということをですね、今日は知っていただけたらいいのかなと思います。ということで今日は以上です。経営者の味方、上杉でした。